イルドリフトへようこそ。はい、キンドレット ADC やろうとしたらバンされたんで人気やりまーす。まあ、キンドレット ADC やるんだったら、ブラームか、ノーチか、ブリッツ欲しいな。次の対戦相手ってどこだっけ？マントラ Q 敵に当ててくれ。リンクスはね、この Q の切り替えをね意識してね戦いましょうね。で、あとこれ射程伸びるんでね、後々まあ、最初にそんなに勝ててなくても、やっぱアッシュサポなのにダブル打ってくるだけで草。で後半最強なんでね、適当にファームしてあげて。敵のチャンピオンから退却。いいね。いいね。ナイスダンク。魅力ね。うひょー。まあ、近い敵と戦うか遠い敵と戦うかよ。俺狙いでさ。基本めっちゃ手前のやつ殴れる時以外は集団戦とかは長くていいよ。あと、まあ、爆風連戦は爆風も当てれるし、まあその辺意識やね。敵を倒しました。ナイスー。なんでカルマ動かなーい。この辺でリコールしてね。出ないか。シールドあるの。このように最初ちょっと遠くから殴るときはロケットランチャーにして、もうルシアンぶち殺せるなってなったら手前モードにしてルシアンを殴る。強いよ。
すごいな。何もしてもう勝ちだけ山ですか？うん？ドラゴン。うますぎ。いやもう勝ち勝ち勝ちやめよ。勝ち勝ち山。移動中です。あのきさん。あ、うわてかこっちちょっと違うんだ本家と。アルティメットの仕様ちょっと違うんやけど、アルティメットじゃねえ、Q の仕様。あ、死んだくね、俺。俺いいね、ルナハリからか、悪くない。いやキンドルってやりてえ、キンドやりてえマジで。まああんま良くないかな。このサポート動かねえ。初手はいいならさすがに危険の方がいいと思うけどな俺。初手はいいって結局 25% しかないからね、クリット率 25% は結構渋い。ねジンクスはねアルティメットチャンスをね、いつでも狙うことが大事ですね。敵を倒しました。まずくね、俺死ぬわ。うわ、相打ちならんかー。割としょうがないですではあるな、これ。あ、それ9。敵を倒しました。相手の足おる。ジンクス？ジンクス？敵のタワーを破壊しました。ワンちゃん？あ、頼む。危険。これタロンジャングルか。
か。うう。外したトップレーンのタワーが攻撃されています。タワーが破壊されました。うわー、くそー。眠れなかった。たまには敵が射程越えてくるなはりの弾が用しようなんやろな。あれ、これ結構終わってるよな。俺もこの仕様よくわからん。なんかさ、最大射程のさ、あれで出てこん。もうわかるかな。これとかも今のもやばいけど。うわー、見てなかったー、そっち。こっち見てなかったんもねー。味方が倒されました。トップレーンのタワーが攻撃されています。移動中です。タワーが破壊されました。敵を倒します。エンゲージ。ムンドを盾に ADC を召喚。ムンド盾中へ。大バカ者がおる。なんか追いつきそうじゃね、こいつ。追いついてくんなよそれ。追いついてくんのめんどくさすぎだろ。うん、いない。長射程、長射程の。こういうのさすがにエース積みすぎか。あと、このロングモードで、リーサルテンポのスタック貯めれるのも強いよね。移動中です。ちょっとまずいか。うわ、てかタロンこんな育ったんやったら時計の方が良かったな。金持ってねえな。何してるんだ。バイバーイ。え、何？外しただと。敵のタワーを。
ムンド何してると思ったけど、これ微妙だな。砂張りで狩る、まずい、無理じゃないこれ。エイトロがドラゴンピットにいる俺を襲ってこなくてよかった。ウィングス最高。あららららららら、こんなにビルド入っちゃって、あーてか時計にすりゃよかった。ハッシュ1回も使ってね、結局カジがそこにいるならもう赤バフ買っていいかな。さあこいつさ、敵倒しながら勝手にファームできるんやけど、ルナハリで。え、待って、見てなかった、ごめん、見てなかった。敵を倒しました。キリングスクリーン。敵を倒しました。時計だな。シャットダウン。味方が倒されました。めっちゃタロンに襲われてたけど、ジンクス結構強いけどな、マジで。普通になんか知らんけど強い、こいつ冷戦から悪くない。ね、ムンドなんでこんな強いのにこんな金持ってないの？俺がファームしてるから。にしても持ってねえな。え、サッシュって出血解除できんの？フレンズみたいな効果あんのこれ。ないよね。フレンズとはちょっと違うよね。ないでしょ、さすがに。あー、ジンクスがー、あー、ジンクスがー、あー、ジンクスがー、あー、ワットラッキー。これサッシュだったらペンタだったかな。マリア、ウトフビクトリー。あー、ジンクス。おしっこ行ってこよう。 おちっこ。タツマキ、イッカ、ウグサンゴリアン。あー、3万7000ダマジー。あー、ジンクス。あー、もう、長いレンジで手段性適当に殴って、発動したら暴れてあげて。よし、ありがとうございました。ジンクスでした。バイチャ。